ちょいおす現役看護師で空手リーダーのクラビ天使長野ジュリアです。ちょっとお願いします。今日もひかるちゃんに新たな技を習いたいと思うんですけど、今日は何を教えてくれるんですか？今日は大底狩り。聞いたことはある。なんかあの今まで背負い投げとか、内股とか、なんか前に倒す技だったんですけど、今回は相手を後ろに倒す技をやっていきたい。後ろ大好き。でも頭打っちゃうからちゃんと受け身取らないといけないので。分かった。よし、お願いします。じゃあ、大外刈りね、まあ、あの今一人でやると、まあ、私右組だったんで右で説明するんですけど、まず相手が前にいるっていう手で、まあね、一歩踏み出します、左足から。で、右足を大きく出して刈る、これだけ。で、手もその時に柔道さ、手掴んでるから、ちゃんと手もね使ってあげないと相手がちゃんと倒れないんで、1って自分が左足で入るときに相手をグッと引き寄せて、自分の胸をしっかり相手の肩につける、で、次で上げて、最終的に刈るときに自分の胸と手をしっかり使って全身で刈るっていう技。はい。じゃこれをちょっとジュリアさんにかけてみますね。で、普通に刈ってもらって大丈夫で、1でこうね、引き寄せる、しっかり胸をくっつけます。この方がいいかな。なるほど。じゃあ1で引き寄せます、はい、グッとね。で、もうちょっとこっちまで足を引き寄せて、足を大きく上げて軽く、うん、なるほど。これ受け身は先生どうやったらいいですか？先生受け身は、まあ、1人で単独でやると本当真後ろに倒れるんで、このままこういう感じ。お尻ついていいの？あ、いいの？こうお尻ついて、プロレスはね、お尻につかない。これは基本の受け身なんで、ちょっと座って、はい、すいません。最初受け身から教えた方が良かったかもしれない。まず、基本の受け身はこのまま後ろに転がりながら、その時にちゃんと顎を引いて、お腹を見る。お腹を見て、頭出て打たないように。それいつもね、プロレスで投げられる首が、あのダミー人形みたいな、だってあの何回か記憶飛んでる。あ、お願いしますって言って、もう終わったのでお願いしますって言っちゃったことある。この数、この画面シールなんだけど。で、戻ります。音がいい。そう、もうしっかり、なんで叩くのってなるじゃん。しっかり受け身を取るためにあ、お客さんを興奮させるために。そういうわけじゃない、はい、パフォーマンスではない。なるほどね。分かった。これをあの今の大外刈りやった時に受ける人はこういう受け身をします。でもお尻打っちゃう人いるんじゃない、たまに。やっぱり技が速かったりとか、ね、不意にね、来たらそのまま直打ちみたいになるんですけど、試合とかやる人は基本的にほら柔道のさ、が染みついてる人だから、自然とやっぱ倒された時に勝手に受け身とか、あ、そうだよね。そこまでならないとダメなんだね。そうです。はい、ではやります。じゃあこんな感じで、はい、もう一回やりますね。1で、まあ、足ね、しっかり踏み込んでもらって、まあ、相手のだいたい右足の横ぐらい踏み込ん でしっかり胸をね、この時に絶対重要なのが相手の肩に自分の胸つける。こういうままつけないでやっちゃうと、こういう感じで自分の重心が後ろに行っちゃうんで、どんなにこうやってかけてもやっぱり前重心の人の方が体が強いから、逆に跳ね返されて自分が倒れちゃう。なるほど。しっかりつけてあげて、はい、です。結構簡単だけどダイナミックに見える。いや、面白い。はい、じゃあやってもらいます。で、まず右足をどこの横で、ね、そっちだ、はい、右足を踏み込む。こう、時間になって左足だ、左足を踏み込む。こう、そうそうそう、こう、そうそうそう、胸を肩に、そう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 。で、こうなったらこっちの右足を大きく上げて、はい、あ、なるほど。意外と簡単だけど結構センサーやったー。やろうやろう。
見た方がいいと思った上手だ、はい、じゃあかけてください。はい、1、はい違うの1で左足踏み込む。楽しかったです。ありがとうございました。